吉田さん。吉田さんが、まあ、昔ね、会社勤めされてる時、どんな状況だったのか、本当によくわかります。結構吉田さんと私って似てるところがあって、私もサラリーマン時代ね、会社に寝泊まりしていた時期があるんですよ。で、私の場合はスーパーマーケットだったんですけども、24時間営業してるんですよね。で、私たち社員が24時間いなくちゃいけないってことはないんですけども、私の段取りも悪かったんでしょうけども、まあね、仕事が多くって、 ななんんかね、終わらないんですよねで、従業員が出勤してくるとその従業員に仕事を振らないといけないんでその仕事を振る作業にも時間がかかっちゃうっていうねまあ、私の管理能力のなさなんでしょうけどもねそういったことがあってもう一人でやった方がいいやみたいな感じになっちゃったんですよで一人でやるとなるとまあ、時間がたくさん取られますからまあ止まるみたいなことになっちゃってねもう完全に腐ってましたね <laughs> でね私の場合はあの鮮魚つっ,って魚を扱っていたんですけども 夜中にね、廃棄寸前の魚を売り場から引いてきて、焼いて食ったりしてましたね。<laughs> よくスプリンクラーにならなかったなと思うんですけども。いや、本当にそんな暮らしで、で、ハマチをね、ハマチをこう棒のまんまでこうやって、洋館のように食べたりとかね、マグロも食べ放題だったでするしね。まあ、そんな感じで、不適されたかなっていうところありますけども、まあ、だん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 売り上げをよいになってくると、あの、きちんと仕事しないといけないなっていう意識も高まってきて、 で、成績はみるみる上がったんですけども、今度成績が上がれば上がったでね、なんかバカバカしくなるのは、あのー、当時私、年間で2億円ぐらいの売り上,上げ上げて、で、6000万円ぐらい利益出してたんですよ。でも、給料は300万満たないんですよね。で俺が儲けさせたのになんなんだと思っちゃったりね、うん、したんですけどね。まあ、そんな感じで、自分は経営者になろうと思って、会社を出たわけなんですけども、まあね、一人でやってみると、自分の、 看板で商売をするっってててここととののの難しささ組織にに守られてたたありがは感じました、まあけど今こうやってねなんだかんだやってその自分で経営をするっていうのはまあしばらくやればねなんとかなっていくんだろうなと思いましたね、うん、なんかね一山当てて商売軌道に乗って軌道に乗った瞬間に私の場合はその投資の方にね養生資金を回してその投資が利回りを生んでくれるようにっていうのでうまいことトントントンと乗ることができました あの金持ち党さんの4つのクアドラントに乗ってインベスターとなって今はねあの配当を受けてるような身分ですけども本当に10年前までは働けば働くほどなんか損が出るような感じでその前はサラリーマンとして、まあ、働いても損は出ないんだけどもでももう本当にあの人生見えてきたみたいな感じであのこういう感覚ですよ。なんかね休日の前の日は仕事にものすごく意欲が出てよしやったるぜみたいな感じなんですけども。 いざ休日になってみると、起きるのが大体ね、まあ10時とか11時ぐらい、昼前なんですよ。そして午後になってからというもの、時間の立ち方のむ,つかむちゃくちゃ早いことね。ああ、もう2時になった、もう3時になった。憂鬱な午後なんですよ。で、憂鬱な時間なのに早く時間が過ぎちゃうんですよね。で、結局、ああ、7時か、8時か、みたいな感じで、寝て、みたいな感じですよね。うん。だからなんかこう、体を休めるための休息というよりも、 なんかその事故をねなんか体力を温存するためっていうんですか休日で何かするともうヘトヘトになっちゃうんでもうねとりあえず何もしたくないみたいな感じでねあこんな人生続くのかと思ったらね何十年も嫌になっちゃいましたねまあ今おかげさんで全く時間の制約を受けずにこうやって暮らしてられるんで同じ人間の人生とは思えないぐらい変わりました、うん、で映画の話なんですけども私去年か一昨年だったかなもうちょっと前かなあのロッキーの 続編でクリードってのを見に行ったんでですよでクリードの2と言われるあのイワンドラゴっていうねロッキー4の続編あれのリベンジバージョンが映画館であった時にまあ親父と行ったんですよねなんで行きたかったかっていうとその親父とね当時ロッキー4って私が中学生の頃にやってたんですよちょうどその頃うちの親父は私と同じぐらいの年齢だったんですよね、うん、だからまだ血気盛んで力もあってね 職場でもバリバリとうんど真ん中を走っていてみたいな最も脂の乗り切った時代がうちの親父の50代だったと思いますけども40代とか50代ねその時に楽しみで見ていた映画『ロッキー4』を今度は私がねあの映画館に誘ってロッキー4の続編を見るみたいなねその『ランボー』とは別のなんかね世代交代を感じさせるその映画に うんまあなんとなくね、あのー、一緒にいたかったかなっていう感じなんですよねちょっとノスタルジーっていうか俺もなんか私もね親父だったら息子に映画に誘われたいなと思うと思うんでちょっとやってみたみたいな感じです、まあ、ついでにうちの母もね別の映画に吉永小百合さんが出てくる、あのー「最高の人生の見つけ方」みたいな映画ね、あのー、海外でやってたやつのリメイク版日本バージョンなんですけどもあれを見に行ってねなんか感動した覚えがありますね あの吉,吉永小百合さんっていうとうちの母があの幼い頃からねあの憧れていた女優さんアイドルさんですよでもそれが年老いてもまた素敵なね演技をしているところにあのこれまで息子と行くみたいなね、まあ、親としては子供にいろいろと誘われて一緒に楽しめるっていうのは一つの喜びなんじゃないかなとそれの時間を持てるのも、まあ、私が自由でもあるしそれからねあのおかげさまで私の身内にうんなんかね 本当になんか状態のいい人ばっっかりって感じですか誰かが、うん、病弱であったりとか入院したりとかしててもなかなかうまくいかないですしねこういうのは。で誰かが何かお金に困ってても、うん、なんか本当そうもいかないしだから何て言うのかな家族でいるってことは一つの喜びではあるんですけどもなんか家族でいるためにはまあ何て言うんですかねお互いに支え支え合えるような。 関係でいいいなななくちゃいけないかなと、まあ、普通私がね今49でサラリーマンやってたらとてもじゃないけども親兄弟とのんびり過ごすような時間ないと思うんですよ家族とも過ごす時間がね。まあ、あり余る時間が全てをね可能にしてくれてるなと思いながら今日もこうやって深夜に放送しております。それじゃあ吉さんまた